皆さん、こんにちは。大谷翔平選手がロサンゼルスドジャースに移籍してから、ファンの期待に応えるようなホームランを打つまでには、予想以上に時間がかかりました。開幕から9試合、41打席を要しての一発でした。その背景には、単なる不調だけでなく、様々な要因が複雑に絡み合っていたようです。今回は、大谷選手を取り巻く環境の変化と、彼の心境に迫ってみましょう。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。大谷選手は、4月4日のミネソタツインズ戦でようやく移籍後初となるホームランを放ちました。試合後の会見で、大谷選手は自分の中ではかなり長い間、打っていないなという感覚だった。バッティング自体もそこまで良くなかったし、まず1本出て安心しているというのが率直なところ、と、苦笑いを浮かべながら心境を語りました。これまでの大谷選手からは想像できないほどの長期間、ホームランが出ない状況が続いていたのです。大谷選手のホームラン不振の要因として、まず指摘されているのが、違法賭博問題で水原一平氏が解雇されたことによる影響です。水原氏は、大谷選手の通訳としてだけでなく、攻守にわたるサポート役として、大谷選手に寄り添ってきました。練習や試合だけでなく、プライベートでも大谷選手を支え、時には兄のように、時には父親のように接してきたと言われています。そんな水原氏の突然の不在が、大谷選手のメンタル面に大きな影響を与えたのではないかと指摘する声もあります。大谷選手にとって、水原氏は単なる通訳以上の存在でした。米国での生活に不慣れだった大谷選手を、水原氏は野球以外の面でもサポートしてきました。食事の手配や移動の手配、メディア対応など、様々な場面で大谷選手をアシストしてきたのです。そんな頼れる存在が突然いなくなったことで、大谷選手は少なからず動揺したことでしょう。また、水原氏の解雇の背景となった違法賭博問題でも、大谷選手の名前が取り沙汰されました。大谷選手の口座から、違法賭博の胴元とされるマシュー・ボーヤー氏の関係先に多額の送金があったことが報じられ、水原氏の関与も疑われています。大谷選手自身に違法行為への関与はないと見られていますが、信頼していた水原氏がこのような問題に関わっていたことで、大谷選手の心に大きな動揺があったことは想像に難くありません。周囲では、大谷選手のホームラン不振の原因を水原氏の解雇に求める声もありました。しかし、大谷選手は会見で、メンタルを言い訳にしたくはないので、そこを含めて技術だと思っている。ここまで結果が出ていないのは実力なのかなと思う、と、真摯に受け止める姿勢を見せました。メンタル面の影響を認めつつも、あくまで自身の技術不足を反省する大谷選手の姿勢は、プロ意識の高さを感じさせます。大谷選手を支える存在として注目されているのが、妻の真美子さんです。真美子さんは、実業団のバスケットボール選手として活躍した経験を持ち、スポーツ選手の妻としての心構えも十分に備えています。大谷選手がドジャースに移籍が決まってから、真美子さんは愛犬のデコピンと共に、毎試合スタジアムで大谷選手を見守っています。これは、夫の不安を少しでも取り除きたいという、真美子さんの強い意志の表れだと言えるでしょう。真美子さんは、大谷選手の心の支えとなっています。水原氏の解雇という予期せぬ出来事や、新天地での生活への不安など、大谷選手が抱えるストレスは計り知れません。そんな中、真美子さんは大谷選手の良き理解者であり、最大の応援者として寄り添っているのです。夫婦の絆の強さが、大谷選手の心を支えているのでしょう。また、真美子さんは子供好きとしても知られています。実業団時代には、子供たちにバスケを教える教室に積極的に参加していたそうです。大谷選手も、昨年、日本全国の小学生にグラブを6万個寄贈するなど、子供好きで知られています。プライベートでは、大谷選手と将来の家族計画について話す機会を増やしているとも言われています。二人は、家族の将来設計を真剣に考えているのかもしれません。そんな中、大谷選手がオレンジ氷のベイサイドに新居を建築中だという情報も飛び込んできました。このエリアは、大谷選手がロサンゼルス・エンゼルス時代に住んでいた場所で、
のどかな雰囲気が残る高級住宅街として知られています。治安の良さはもちろん、美しい海沿いの景色が広がることでも有名です。日本で言えば湘南や葉山のような雰囲気だと言えるかもしれません。マミコさんもこのエリアを気に入ったようで、特にパームツリーが並ぶ海沿いの景色に魅了されたといいます。パームツリーは家族愛や守護の象徴とされており、マミコさんはこの地にパワースポットのようなものを感じたのかもしれません。大谷夫妻の新居にはデコピン専用のドッグランやバスケットボールコートも設置される予定だとか。将来2人にお子さんが誕生したら、海を背景に家族でバスケを楽しむ姿が思い浮かびます。ただ大谷選手にとってはドジャースタジアムまで車で片道1時間ほどかかることから、シーズン中は現在のチーム提供の住居を利用し、オフシーズンにこの新居で過ごすことになりそうです。マミコさんは大谷選手の運気を上げることにも関心があるようです。昨年末、大谷選手が SNS に投稿した自宅のインテリア写真には松ぼっくりが写っていました。松ぼっくりは開運やスピリチュアルな効果、そして子孫繁栄の象徴だと言われています。マミコさんなりの夫を応援する方法なのかもしれません。大谷選手は移籍後初のホームランに続き、次の日の試合でも本塁打を放ちました。調子を上げつつある背景には、野球に集中できる環境が整ってきたことに加え、理想とする新たな暮らしを2人で思い描くことで前向きな気持ちに慣れている面もあるのかもしれません。メジャーリーグという最高峰の舞台で活躍する大谷選手、その陰には水原氏の解雇という予期せぬ出来事や新天地での生活への不安など様々な困難や試練がありました。しかし妻のマミコさんをはじめ周囲の支えがあったからこそ、大谷選手は前を向いて進み続けることができるのです。大谷選手にとってマミコさんの存在は計り知れません。良き伴侶であり、心の支えであり、時には厳しい意見を述べることもあるかけがえのないパートナーなのです。二人の絆の強さと家族への思いが、これからの大谷選手の活躍を支えていくことでしょう。新たな環境で新たな目標に向かって突き進む大谷選手、彼の挑戦はまだ始まったばかりです。ドジャースでのプレーを通じて大谷選手はさらなる成長を遂げていくに違いありません。もちろんその道のりは平坦ではないかもしれません。メジャーリーグは世界最高レベルの舞台であり、激しい競争が待ち受けています。またプライベートでも新たな生活環境への適応や家族計画など乗り越えなければならない課題は少なくありません。しかし大谷選手にはそれらを乗り越えていく強さがあります。彼の真摯な姿勢と周囲への感謝の気持ちは多くの人々を魅了してやみません。またマミコさんをはじめとする家族の支えがあれば、大谷選手はどんな困難にも立ち向かっていけるはずです。野球に集中できる環境を整えながら、プライベートでは家族との時間を大切にする、そんな両立を実現できるのが大谷選手の強みでもあります。これからも大谷選手の活躍から目が離せません。グラウンドでの華麗なプレーはもちろん、グラウンド外での姿にも注目が集まることでしょう。大谷選手はかつて世界一の選手になると語ったことがあります。それは野球の世界だけでなく、人としても家族の一員としても世界一を目指すという宣言なのかもしれません。その目標に向かって大谷選手は今日も前を向いて進んでいます。彼の挑戦は多くの人々に勇気と希望を与え続けることでしょう。大谷選手の新たな一歩はすでに始まっています。ドジャースのユニフォームに袖を通し、マウンドに立つ大谷選手、バッターボックスに立ち大きな一振りを見せる大谷選手、その姿はこれからも多くのファンを魅了し続けるに違いありません。そしてグラウンドを離れた後には家族と過ごす温かな時間が待っています。野球に家族に全身全霊で向き合う大谷選手、その姿勢は多くの人々の心を打ち続けることでしょう。世界一の選手になる、その言葉通り大谷選手は野球の世界でも人生の舞台でも世界一を目指し続けています。彼の挑戦は
まだ始まったばかり。これからの大谷選手の活躍とその人生から私たちは多くのことを学べるはずです。大谷選手の新たな伝説は今ここから始まります。彼の挑戦を、彼の人生をこれからも見守り続けていきたいと思います。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。